ところでお前何浪したんだよ。いや苦労しました、九浪だけに。すまんなお前。元気でよかったな。極端な太郎ほど太郎を捨てたつだと思ってるじゃないですか。あ、五教官7科目と試合の閉塞、大学生でドクターマーチン吐きがちじゃないですか。だから分析すんなって。お前もしかして屋根子のこと気になってんの？違う、全然興味ないし。動揺してんじゃん、じゃないですかの口癖出てこないし。いやでも僕って女の子に興味ないじゃないですか。いいからいいから、ちょっと待ってろ。おやねこ、話があるんだけどさ。あ、キータくん、なになに？俺の友達がやねことのことを気になってて、今度デートしちゃったよ。あいつなんだけどさ。磨けば光るダイヤの原石って感じね。清潔感がもっとあったら考えるわ。任せといてよ、また後で LINE するからさ。じゃあ、バイバイ。うぃ、ひもてほど他人の恋愛に干渉してくるじゃないですか。うるせえ、やねこ、お前がもっと清潔感出せばデートしてくれるってよ。別に嬉しくないよ。嬉しくないじゃないですか。俺がイメチェン手伝ってやるからついてこいよ。こっち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 、ここここここ、いらっしゃいませ。こいつをちょっとかっこよくしてもらいたくて。おう、任せよ。お前服ダサいからこれ。おい、行ってこい。あ、そういえばお客さんって彼女とかっていらっしゃるんですか？美容師って話しかけて欲しくない時に話しかけてくるじゃないですか。あ、すいません。はい、じゃあこんな感じですかね。おい、お前めちゃめちゃかっこよくなってんじゃん。加工の良し悪しはその人の主観じゃないですか。屋根子に写真送るからさ、一枚撮らせろよ。お、イケメンデートしたいだってさ。やったなお前。結局世の中顔じゃないですか。いいか、これで俺が指示出すからお前は言われた通り動けよ。それじゃあただの操り人形じゃないですか。お前そのじゃないですかっていう口癖絶対に出すなよ。了解。じゃないですか。よし、じゃあ行ってこい。本当にイケメンになったわね。行きましょう。違う、行きましょう。何しようか。何でもいいよ。何でもいいはダメだ、タピオカ買おうって言え。いや、何でもいいっていうのはつまりお互いの好みが重なるものであれば何でもいいっていうことで、ヤネコちゃんと僕はタピオカが好きだからタピオカを飲みに行こうって意味なんだ。私タピオカ大好きなの。行きましょう。このタピオカ美味しい。コウジ君にも飲ませてよ。動揺するな、表情一つ変えずにドヤ顔で渡せ。はい。え、ごめん、嫌だった？そんなことないよ。ありがとう。美味しかったよ。次はどこ行こうかしら。観覧車に誘え。そうだね、外も暑いし涼しい密室がいいな。涼しい密室ってもしかして観覧車に乗ろう。あ、観覧車のことね。行きましょう。
局やってなかったね。じゃあもうか帰ろうか。バカ帰るんじゃねえよ、公園で告白しろ。ああ、あ、でも公園寄ってく？夜の公園って素敵、行きましょう。いい雰囲気だね。タピオカは紫が美味しかったですね。ゴーチ、今だ、告白しろ。月が綺麗ですね。あ、これは屋根子さんが好きだから付き合ってほしいって意味だよ。え、私もゴーチさんのことが好き。やったやったやった。おっしゃ、ゴーチよくやった。おいおいおい、え、聞こえる？おいゴーチ、ゴーチ。あれ、何も聞こえない。この後どうしたらいいんだろう。ゴーチくん大好き。夜の公園で告白するって恋愛ドラマの見過ぎじゃないですか。てか付き合ったので言っておくと、僕ってムツリスケベじゃないですか。てかさっき屋根子さんが吸ったストローも大事に保存してるじゃないですか。ごめんゴーチくん、正直キモい。ごめんね、やっぱ別れよ。バイバイ。おいゴーチ、何をしでかしたんだよお前。女性って星の数ほどいるじゃないですか。だけど僕にとっての一番星は屋根子さんしかいないじゃないですか。もしかしてお前振られたのか。今回そんなことはどうでもよくないです。何でもいいっていうのは、つまりお互いの好みが重なるのであれば何でもいいっていうもので、あ、ごめんごめんごめん、ちょっと待って。ビーナスボートでボーっとする。ポートポートあ、ポートね。あ、ありがとうございます。夏なんで気持ちいいです。